どうかな。なんと最高速度マッハ 2.5、 時速3000キロあるそうです。すごいですね。またね、今日は10名のね、はい、皆さんがこの天神飛行に向けてステージをしてこられたということ で、 です去年はですね、ちょうど今後ろね、あ、今見えてまいりました。見えてまいりました。西の空をご覧ください。あー、飛んでまいりました。会場でお配りしています、その祭りのね、うちわで仰ぎながら、ワン、ツー、スリー、フォー、おい、いいよ、お客さん、拍手お願いします。拍手、拍手、ちょっと、ちょっと、じゃあちょっとこちらに来てもらってもいいですか、お二人。あの、じゃあスタンドにいたんですね。はい、いました。では、お願いします。はい、はい、生徒の方が一人かな。いや、1年生にも1人。あ、そうなんですか。お名前は。はい、いいですね。どうですか、女性の中で男子生徒2人ということですけど。楽しいです。そりゃ楽しいよね。羨ましい。見てる人を楽しませつつ、自分たちも楽しんで踊れるようなダンスを目指したいです。今日は何点ですか、点数つけたら。120。私も入ってしまいますが、そのあたりは皆さんでうまいこと調整していただければと思います。本日は祭り宮崎にお招きいただきまして誠にありがとうございます。2014年10月1日に神戸と宮崎を結ぶ宮崎カーフェリーが就航いたしまして、今なお白さを保ち、連日多くの方々にご来場いただいております。いやー、ようこそお越しくださいました。お二人にはですね、まあ、沖縄からということでいろいろと PR をしていきたいと思いますが、祭り宮崎にお越しの皆様、ハイタイ、手を振っていただきありがとうございます。嬉しい。ぐすうよ中華の扉、皆様こんにちは。突撃パイナップルのお二人です。どうぞ。
きましょう。最高ですね、はい、横もねいらっしゃいますからね、はい、最高のステージになります。盛り上げていきましょう、はい、ありがとうございます。今ね軽く僕ら紹介がありましたけど、はい、いや宮崎の方はお笑い分かってる。私が山崎圭と申しまして。はい、圭さんです、はい、似ている芸能人といいますかね。そういうのがねあった方が覚えてもらいやすいですから。あのねなんかキロロの真ん中にそうと思って。真ん中キロロ2人でやってますけど ね、あとはちょっと目を細めて見ていただいていいですか。目を細めて圭さんのこと見ていただいていいですか。あの目を細めて見ると山口智子さんに似てるって言われたことあります。さあいかがでしょう皆さん、ね、あ結局ね女性は顔なんですよね。別にそんなにブスじゃないですもんね。別にそんなにってことは基本ブスってことだからね。もし美人が一人で牛丼屋さんで牛丼を食べていたとしたらどう思いますか。それはまあ気取ってなくてなんか素敵やなと思いますけどね。じゃあ私が牛丼食べてたら、あお腹減ってんだなと思いますね。まあ、こういうことなんですよね。なんですか。同じ牛丼食べてるんだよ。ほとんど女性しか拍手してへん。恐ろしい場所やな、ここは。じゃあ僕も女心分かってよ、男でいいですか。そのあとテストの答え全部教えておいてください。俺丸山来て教授の女心完璧に仕上げておきますから。あーでも女心分かりすぎても女の子も気持ち悪いよね。どこですか。両方ですよ。お名前はどうします。お願いします。
こんばんは。少し自己紹介をさせてください。私は東翔高校特進演奏科の1年で原谷ルアと申します。私は毎週に最終日曜日に仮の宮崎で行われているキッズデイイベントでここのティーテラスで弾き語りライブを行っています。今日と明日の2日間祭り宮崎開催されますが、ここカリーノティーテラスでは2日間ともいろんなパフォーマンスが行われます。私は2日間ともさせていただくので、暑さに負けないように精一杯歌いたいと思います。次の曲は祭りという曲ことで、ホワイトベリーの夏祭り。他にも美味しいお店がたくさん入っているので立ち寄ってみてはいかがでしょうか。次は宮城光。今日は足を止めて私の歌を聴いてくださり本当にありがとうございました。ありがとうございます。ここカリーノティーテラスではこの後もたくさんの面白いパフォーマーによるステージが行われますので、ぜひ楽しんでいってください。で、今日少しでも私の歌をいいなと思ってくださった方、ここに Twitter のアカウントが書いてありますので気軽にフォローしてください。音を聞いてください。初音ミクで千本桜。
しいじゃないですか。10月から始まるんですって。いやー、まだ拍手が分からない、いい番組かとか分からないよ。分かんないですけどね。結構ちょっと楽しい。関西の情報盛りだくさんなので、うん、ぜひ関西に遊びに来てほしいです。あら